はい、皆さんこんにちは。で今回ですね NSX の進捗を紹介させていただこうと思います。待ってました。いやーこれはね本当に皆さんに多くの期待を寄せていただいて我々も身の引き締まる思いで整備を進めている一台なんですが、はい、結構進んでますよ。ハルくんすごい状態。やるからには一旦全てを下ろすと、はい、いうところでねかなりの状態降りた状態になってます。エンジンもミッションももう周辺部品それぞれね丸裸に近い状態ですね、はい、これにすることによってやはりいろいろと見えてきますで、はい、実際にね見えてきました、はい、あこれはあらかじめ伝えておかないといけないなっていうことがやっぱねあります、はい、うん、まずはねご覧ください、まあ、エンジン見事に降りてますね。降りてますね。下ろすの大変だよ。すごいな。 MR ですからねここにねエンジンが乗ってるわけなんですがエンジンが見えますか、はい、見えますね、はい、これをね下ろすことによってバッチリ整備ができるわけなんですが前の動画で私こういうふうに申し上げました。エンジンはね無事に生きてるから良かったですと、はい、うん、全然動くんですよ、はい、エンジン動くんですが動くから OK というわけではなくてやはりねもうレストアするって言いましたんでね、はい、やるからには別に動くんですよ動くけどでもゴム類とかさ、はい、ブッシュ類にエンジンに限らずそうですけども交換するんだと、もうできるところはね手を加えるんだと、はい、再生するんだとそういう気持ちでやっております。なのでねこれもしっかりとねゴム部品いくら好調なエンジンとはいえそうじゃない部分それももちろんあるわけなのでしっかりと徹底的にねやっていこうと思ってます、はい、であとはミッションですね、はい、シーケンシャルシフターっていうちょっと変わったミッションがついていたんですがこれですね。これでカッチャンカッチャンとシフトチェンジしていくものなんですがこれも純正にやはり戻す、はい、ということでですねでもちろんレリーズ周辺部品取り付ける部品も異なってくるので、はい、それも全部部品買い直してます。素晴らしい。納品待ちなんですがここにもねクラッチディスクがあるわけなんですがご覧いただける通りですね OS 技研さん、まあ、レースで有名なところですよね。 OS 技研さんのクラッチディスクが入ってるわけです。これはもうさすがレーシーなだけあってツインプレートなんですね、はい、でこちらも純正に変えるんですがなんとねハル君、はい、NSX 純正のクラッチディスクもツインプレートなんです。あそうなんですね。レーシーだよね。いやツインプレートってあんまり聞かないですもんね、まあ、まあ要は遊びが少なくレスポンスは非常にいいでしょうね、はい、であと耐久性ももちろんあるしただそのハンクラの状態とかどんな感じなんだろうね。なんですかね。本当に乗ってみたいな。本当にレーシーなものなんだと思うけどやっぱいろんなスポーツか本格スポーツってあるけど純正でツインプレートってあんまり聞いたことないですね。ないですね。さすがは NSX。 さすがでですねミッションを外すためには必然的にこのドライブシャフトこれもね外さないとミッション物理的に外れないのでもちろんねやらないといけないんですがここハブナットここでね、まあ、今じゃこうね一回外したからくるくるってなもんなんですがめちゃめちゃ硬かった。もうこれ、ね、うんともすんとも言わなかったんですって。何やっても外れない。もちろんインパクトドライバーとかね、まあ、機械に頼ってももう全くねうんともすんとも言わなかったんですよ。外せない。でどうしたかというとなんですかそれ。これはですねランボが使ってたというふうに言いたいところですがこれは1インチのインパクトです。1インチインパクト、はい、1インチインパクト、まあ、一番大きなタイプのインパクトになります。我々が知ってるあのこのキューンってね、はい、あのインパクトと同じことなんですか。緩めるためだけに。そうです。これ、はい、緩めるためだけの道具なんですか。そうです。まあ主に大型のトラックとか、まあ、バスとかそういったタイヤを外したりするときに使われてるものです。すごいですね。でこれ使ったら無事に外れた。そうです。まああのあっという間にあっという間に緩みます。すごい、はい、ありがとうございますでそれぞれの周辺部品こちらのように一旦剥がして、はい、結構ありますね。外してまとめてあります、はい、なんかいろいろサビサビのも結構錆びてんのもありますよ。これなんかねすごいガソリンタンクに入っていたゲージ、はい、ボディはアルミなんですがタンクは鉄ですね。あら結構すごい錆びですね。錆びてる。うん、思いのほか錆びてます。
うわー錆びてますね。これは燃料ポンプなんですが中は鉄、錆びがすごいです。NSX をレストアします言った時にね、はい、NSX といえばアルミじゃないですか、はい、錆びは大丈夫だなというそういうものではないんですよね。アルミだから錆びないと思いきやもう本当に全ての部品が全部アルミというわけではないので、はい、ボルトは鉄だし、はい、ガソリンタンクに入ってるのも鉄だし、はい、錆びるもんは錆びるんだなと。そうですね。そういう反面ですね、はい、あでもここもアルミなんだっていう部品が結構ありました、はい、例えばこちらですね、ロアーム、アッパーアーム、まあ、エンジンルームの部品ですが見事なアルミっぷり、これ綺麗だよね。綺麗ですね、マジで。さすがはアルミ、やっぱね、サビの心配なんかしなくていいんだと、はい、とね、言いたいところなんですが、はるくんこれこれこれ B4 あ、B4、うん、これだってアルミなんですよ。汚ねえ。やっぱね、アルミとはいえね、汚れるところは汚れるんですよ、はい、サビとまではいかなくてもね、はい、でこれがここにね、まあ、ついてたわけなんですが、ナックルね、はい、まあ綺麗に磨いてくれたな。こう同じ、もうついてたから同じ色だったわけですよ、はい、これをまあ見事に綺麗にクリーニングしてくれました、はい、これだけでもね、仕上がりもうだいぶテンション変わりますよ、ね、変わりますね。素晴らしい。でタイヤハウス、はい、こちらもですね、ご覧の通り、これだってもともと汚かったわけです、はい、やっぱね、こうなると受け取る印象だいぶ変わってくるよね。いい、うん、で我々よく耐熱塗装でね、シルバーに綺麗に塗装を加えますが、はい、これの場合磨いたらそのアルミがそのまま露出してる、これが綺麗なそのものの状態って感じだから、やっぱちょっと高級感違うよね。違いますね。アルミはやっぱすごいな。自然に笑みが出てくるねえ。このようにですね、はい、配線関係も一旦は全てもう何のことやら、はい、片焼きそばみたいな。もう一旦、まあでもこうせざるを得ないわけです、はい、で改めて綺麗な配線を引き直すと。でダメージがあってもパリパリになっちゃってるやつは変えると、はい、やっぱ一回こうやってね、徹底的に洗い出してみる必要がある。その作業を今着々と進めさせていただいております、はい、でここまで聞くと、はるくん、はい、いいねと、いいねって思ってます。もう多分視聴者の方もね、バッチリじゃないか、はい、もう最高の NSX ができちゃうんじゃないか、はい、そうね、期待を持っていただいてる方多いと思います、はい、ただね、悪い箇所もね、見つかりました。見つかっちゃった。ここ、はい、フェンダーを外してバンパーも外して、はい、このリアエンドパネルとフレームの近くの部分ですよ、はい、でこちらまでしっかりとチェックをした結果、はい、やっぱねあるんですよね、跡が、修復した跡があります。やはり、うん、で見る感じだとね、後ろからドーンと追突というよりは、はい、まあ、ここだよね、リアの斜めからドーンと衝撃が加わったような跡がありますね、はい、でそれを溶接でもないんだよね。ちょっともうこれはもう見てもらっちゃいましょう。溶接でもなくて、こうリベットで留めた上からシールでね固定してるような感じ。だからアルミなので、アルミってやっぱぶつかった時大変なんですってね、うん、ドーンぶつかるでしょ。で、まあ、キュッと衝撃がこっちに来てこうシワが寄っちゃったりするわけなんですが、はい、鉄だったらね、こう引っ張って、はい、ギュッギュッと溶接して綺麗に直せるっていうようなもんなんですけども、アルミはね引っ張っても割れるし、はい、でアルミの溶接ってやっぱ難しいんですって、はい、ということでリベットで止めてシールで補強、分かる内容ではあるそうです、うん、この作業内容は、はい、いやこれはひどいなっていうものではやっぱないんですって、うん、やっぱこうするよなという部分もやっぱあるみたいです。そうなんですね、うん、ただまあこの範囲だけってことですよね。まあ、ここだけですね、ここだけ軽微な修復って感じですかね、うん、ただこれはもうはっきり申し上げておきますが、はい、バンパー交換、フェンダー交換で済んでるわけではなくて、あくまでリアエンド、はい、まあ、パネル部分、はい、こちらを交換したわけじゃないけど実際に手を加えている、はい、修理を実は施しているので、これは修復歴あり、あり、うん、もう修復歴ありで売ります、もちろん。ただ悪いことね、隠してもしょうがないからね、はい、もう逆に全部見てもらっちゃいましょう今のうちに。そうですね、うん、ですごく丁寧にシールされてるっていう感じでもないですね、正直ね、うん、そうですね。はるくんこちらをご覧ください、はい、まあ、穴だよね、はい、ビスとか固定するときにつけるものなんですが、はい、
本来の穴の大きさって言ったら、まあ、こんなぐらい、こんなぐらいですよね、うん、普通はねこんぐらいの大きさなわけですが、深淵でって感じですね。それぞれが大きいですよね。いいですね、開け直してるというか、うん、まあ、なぜかというとやっぱねガチャンとはまるこっちに対して、ここはねある程度遊びを持たせないと位置決めっていうのかな、はい、固定ができない部分があるんですって、はい、うん、だからそもそも入らない、はい、で塵を合わせてね、トランク閉めた時ともう全部ねちゃんと塵が合うように設定してそれから固定するという作業を考えると、この時点でねちょっと遊びがあった方がやりやすいっていうのは、まあ、それはあるみたいなんですよ、はい、だから作業としてはねなるほどという感じではあるんですが、雨がちょっと怖い、雨漏りというか水、うん、そうしっかり固定はされたにしても、はい、空間があるのは事実なので、まあ、これを見つけた以上ねそこはもう入念にこの穴を埋める作業じゃないですけどね、はい、その水の侵入に対する対策、これはもう必須だなというふうに思っております、はい、でもすごく悩むところですね。うちも器具を揃えればアルミの溶接はやってやれないことはないのかなと、はい、まあ、その整備士さんね、まあ、ヒデさんと相談なんですけども、修復歴ありの中では非常に軽微な部類に入る部分なの で走行に支障がある部分でもないですし、足回り周辺に影響が出てるわけでもない、はい、水の侵入の心配は若干あるので、それはもう確実に対処させていただくというところで、これ正直今悩んでますね。さあどこまでやろうかと、はい、これはもう進捗としてね、あの包み隠さずお伝えしましょう、はい、どうやって直していくというか、うん、発覚してよかったというかね、いや そうですよね。ちゃんと全部剥がして中をね細部まで見てみないとわからない部分ってのはやっぱありますんでね、さすがアルミボディってだけあって、本当サビとか穴がないのは本当に助かりますね。はい、そしてハル君、はい、綺麗な新品部品、はい、こちらも着々と揃っております、はい、こっちから紹介しましょうか。おい、はい、セルモーター、セルモーター、うん、これ新品だね。おピカピカだ、ピカピカだよ。こちらですよ、セルモーターが、えこれももしかしてアルミなのかな、見た感じね。なんかぽいっすよね。ハル君、はい、ここに磁石があります、まあ、磁石なので本当に磁石、ね、鉄はねあくっつく、くっつくわけですよね、はい、してセルモーター、はい、あ全然つかないから、もうアルミだね。アルミだ、これアルミなんです。やっぱすごいね、その周辺部品もかなりアルミで揃えられてる、さすが NSX。 すごい、はい、こちらの部品もしっかり新品で、さらに重いな、オルタネーター、オルタネーター発電機ですね、はい、こちらも見事な純正部品、これ新品だね。はい、綺麗なオルタネーターが新品です、はい、でさらにさらにエアコンコンプレッサー、うん、こちらはメンテナンスをしたやつかな、多分これは多分ね、専門業者さんに出してメンテナンスをしてもらったやつ、これもでも新品同様に綺麗だね。どう、綺麗ですね。はい、アルミチェック、はいはい、はい、アルミです、アルミです、アルミ天才みんなすごいよね、やっぱアルミだよね。いや本当に着々と作業が進んでます。はい、でハル君、はい、いい進み具合だね。かなりいい進み具合、順調で、こちらですね、気になるボディ色、はい、これまだ正直決めかねてます。そうですね、で今まで出した動画の中でたくさんありがたいコメントをいただいてね、はい、声が多かったのがチャンピオンホワイト、やっぱ白でしょ、はい、もしくはレッドだよね。レッド、赤黒ツートーンいいじゃない、うん、これもね声多かった。でもう一つ声が多かったのがコーションプレートに書いてある純正色、もともとこの個体が持っていた色にしてあげましょう、はい、この声もやっぱ非常に多くてですね、はい、うん、確かにというところなんです。で我々今悩んでるのが、いや正直本当悩んでるんですよ、はい、まあ、白チャンピオンホワイトにしようかなという大筋で進んではいるんですが、はい、正直ですね、もう少し作業が進んで販売の目処が立ったらお客様の実際の声も聞いてみたいかなと。というのもエンジンが乗る前であればエンジンルームの塗装もできるわけですよね。できますね。で今こんな感じでね見えるかな、はい、純正色ガンメタだったんですよ、はい、まあ、シルバー系の色だったの でこれやはりエンジン乗った後だと塗装をねするのまた大変になるので、
でエンジンルームだけ色違うみたいなこともやっぱ避けたいじゃないですか。嫌ですねそれは。なので作業は進んでエンジンルームが乗る前であれば、はい、お客様のご要望、はい、エンジンルームも含めて何色にしてください、そしたら買いますっていうご要望はね受けようかなと思って。いい、それいいですね。どうせ全塗装するなら、はい、あなたの好きな色でと。どうせ全塗装はするんですよ、はい、必ず。もちろんこのままの状態のわけにはいかないので、どうせするならもし買ってくださる方現れるのであればご要望を聞くと、はい、いうことをやりたいなと。それはもちろんエンジンが乗る前までの話ですね、はい、それまでご要望がなかった場合はもううちの判断でおそらく白で進めることになると思います。はい、白ですね。まだ販売ページに載っていない車なので、はい、まあ、気になる方、話聞いてみたいよっていう方はぜひ概要欄にね、クラシカ横浜のホームページのリンク貼っておきますので気兼ねなくご連絡ください。はい、お願いします。はい、ということで今回は初代 NSX 進捗の紹介をさせていただきました。いや、はるくん、はい、名車が仕上がってきてます。ワクワクしますね。これは楽しみ、はい、また視聴者の方もね進捗を楽しみにお待ちいただければと思います、はい、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長でした。まだ何も知らない